日本神奈川県山和市、下鶴間鶴間村、上鶴間村、下鶴間村周辺の現在の区画。地区分割や編入も繰り返されているため、江戸時代の区域とは必ずしも一致しない。下鶴間は神奈川県山和市の地名。現行行政地名は、下鶴間1丁目及び、下鶴間2丁目と大和下鶴間。郵便番号は242-0001。 神奈川県山和市北部に位置する。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、下鶴間麻子1号80番40の地点で21万円、平方メートルとなっている。江戸時代には大仙街道が通り、下鶴間塾として栄え、宿場には渡辺火山や井の唄だたも泊まった。明治初期まで、相模国高座郡下鶴間村に属していた。 かつて住居表示の実施により、新たに新町名が設置された際、中央林間、南林間、林間によって、大和市立力や小学校などがある西側と、大和市役所、旧日本は IBM 大和事業所などがある東側とは、分断されていた。しかし、2010年10月12日に、大和市立力や小学校を含む下鶴間の西側区域と、 南林間三丁目の一部について、中央林間西という新町名の住居表示が実施され、これによって、下鶴間区域の分断は解消された。鶴間は昔、鶴が飛来したという、鶴舞の里を根拠とする現在の山和市、相模原市、町田市にまたがる広域地名に由来する。下鶴間村は第三道の宿場町として、鶴間村は、 鎌倉街道や木の道の宿場町として賑わったとされる。2020年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。域内に鉄道駅は存在しない。小田急江ノ島線、東急田園都市線各駅が最寄り駅。ありがとうございます。